あ、ご用意はできましたか？はい、それではこちらの座椅子に座っていただけますか？背もたれの角度を調節して、旦那様が一番リラックスできる体勢になってくださいね。耳かきの時間はとても長いです。耳の目や保湿マッサージも含めると長時間にもなってしまいます。もちろん途中で休憩は挟みますが、それでも長いことには変わりません。どうか入念に一番力を抜ける体勢を見つけてください。その角度で大丈夫ですか？耳かきされる用意ができましたか？はい、それではいよいよ旦那様へのご奉仕を始めさせていただきますね。まず最初に旦那様のお耳の中を拝見して、どれだけ汚れているのかを確認しながら吐息の方を送らせていただきますね。優しい息、激しい息、そしてあったかい息。旦那様の頭の中を直接くすぐるようにたくさんフーフーさせていただきます。くすぐったいかもしれませんけど、あんまり動かないでくださいね。大丈夫大丈夫、くすぐったいのは気持ちいい証拠ですから。それでは、どれどれ、まあ、旦那様のお耳結構汚れていますね。入り口から奥まで汚れがいっぱいです。こっちも同じ。耳掃除をするのは久しぶりなんでしょうか？それとも今日のご奉仕を楽しみにしてわざとしてこなかったとか？はあ、なるほど。だからこんなに。別にそれでもいいんですよ。私たちのために我慢したってことですよね。これは思ってたより時間がかかるかも。早く終わらせたかったんだけど、仕方ない。じーっくりお掃除するしかない。だね。それなら、まずはお耳フーフーしちゃいますね。いいですか？始めちゃいますよ。うん。こうして。
もう少し興奮しないといけませんね。奥の方に溜まってるみたいなので、だからこうして思いっきり、まずは入り口の方から、穴の周囲やくぼんでるところをかすっていきます。傷つけないようにゆっくりと優しく。ほら、
そ言ってるの、わかりますか？本当に、たくさん汚れていますね。細かいやつ、固まっているやつ、全部取り除くとしたら、結構時間かかっちゃいそうですね。気持ちよくても、そのままおとなしくお待ちくださいね、旦那様。してた気持ちはわかりますけど、もう少し自分でも掃除しないとダメですよ。そうそう、くーちゃんの言う通り、やっぱり女の子って清潔な男性の方が好みですから、お耳もちゃんと綺麗にしてた方がいいですよ。まあ、私たちの仕事のためにわざとサボってたっていうのも、それはそれで嬉しいですけどね。
ちはもう少しで終わりそうかな。大きいのはだいたい取れたかも。こっちも同じ。あとはこの辺を軽くコリコリってすれば。はい、おしまい。じゃあ最後に、そのままおとなしく感じてください。では旦那様のお耳にお邪魔させていただきますね。
わざとゆっくりお掃除しよう。そうすれば旦那様の敏感なところ時間をかけてわざとこすってあげられるし。それ賛成。力加減もわざと弱くしてこすってるのか撫でてるのか、それともくすぐってるのか、それもわからないくらいの感触でお掃除しますね。たくさんゾクゾクしてくださいね。その感触を味わえば味わうほど旦那様の顔が恥ずかしいものに変わっていくんですから。ほら、こし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 、カリカリ、カサカサ。おかしくなっちゃってください。
我慢なんかしなくていいんです。旦那様はいつもお仕事で大変ですもんね。だからこの部屋の中では私たちの目の前では全てをさらけ出していいんです。そうしましょう。そうした方が間違いなく幸せですよ。これでよし。では続きをしますね。奥までしっかり見える。旦那様のお耳、順調に綺麗になってますよ。もうちょっとで完璧になるんで、あと少しだけじっとしててくださいね。
それもっとやってあげて。旦那様、それ大好きみたいだから。了解。じゃあ、耳かき棒の先端で、旦那様の幸せスイッチ、どんどん押しちゃいますね。ほら、ほら。ふり、ふり。じゃない、私はただ私の手で誰かを恍惚とさせるのが好きなだけ。ごまかさなくていいって。だって私も同じだし。ほら旦那様、本当の幸せまでもう少しですよ。我慢しないで、もっと情けなくなってください。ダダーンとしちゃってください。目と口を半開きにさせて、意識を半分宙に浮かせるようにして、頭の中空腹で満たしてください。ほらほらほら、調子出てきたし、旦那様いい顔してるし、だから肌を刺激しないちょうどいい力加減で頭の中をこすってく。だよね。じゃあもうちょっと続けちゃいますね。お耳のお掃除じゃなくて、ただのご奉仕をさせてもらいますね。ほら、
していただけましたか？とってもいい顔でしたよ、旦那様。お店に入った時のキリッとした顔ではなく、眠っている赤ん坊のような素晴らしく甘えん坊の表情でした。どうです、こうして終わった後でも気持ちいい感触がお耳の中に残ってるんじゃないですか？それじゃあ、それが薄れないうちに次のご奉仕に入りましょうか。耳かきの後は中に残った細かい汚れを取り除かないといけませんからね。というわけで、次はこれを使います。綿棒です。しかも、ただの綿棒ではありません。いわゆる、ウェット綿棒です。これを、旦那様のお耳に突っ込ませていただきます。ぬっちゃぬっちゃしてて、さっき以上にゾクゾクするかもしれませんよ。旦那様の顔をもっとダメになっちゃうかもしれませんね。でもそういう顔になる時が人間一番幸せになれるんです。なのでもっとダメ人間になってくださいね、旦那様。
首とか苦しかったりしませんか？だったらよかったです。それで暦、ここで働いてから耳かきをやったのは大体何回くらいになるの？10回はやってないかな。7回か8回くらい一応そこそこ慣れてきたつもりだけど。そう、ならいいわ。じゃあその慣れてきた手つき、じっくり観察させてもらうから。そういう言い方ってずるいよ、緊張しちゃうじゃん。とりあえず耳かきを始めていきますね。まず最初に耳の中をふうふうとして汚れを取りやすくしていきますね。くすぐったいと思いますけど、あまり動かないでください。
フーフーしますからね。では、耳かきを始めていきますね。手つきを見た感じ、しっかりとマニュアル通りできているみたいね。当たり前だよ。だってあれを覚えてからじゃないと仕事はさせられないって言ったのお姉ちゃんでしょ。少なくとも手順の方は完璧なんだから。入り口の周りとこうやってくぼんでるところもしっかりとお掃除していくと。擦らないように注意しながら、はい、小刻みに
動かしてくれ。どう？合ってるでしょ？その通り。急がず焦らず、お客様の肌をちゃんといたわりながらお掃除していくのが耳かきの鉄則ね。だよね。どうですか、お客様。お耳がどんどん綺麗になっていく感触。気持ちいいですか。この感触を楽しんでくださいね。くぼんでるところをしっかりとこすりますね。こういうところの汚れって頑固ですから、ちゃんと取り除いておかないと。傷つけないように力加減は軽く、擦る速さもゆっくりとでしょ。あともう一つ、敏感ってことはそれだけ気持ちよくなる場所ってことだから、お客様の反応を見ながらしっかりと気持ちよくしてあげること。それも分かってます。では、お耳の中をカリカリしていきますね。結構汚れてますね。もしかしてお客様、お耳を掃除するのって久しぶりな感じでしょうか。でしたら、一旦お掃除してあげますね。
でしょ？お耳をくすぐったくさせるのも、うん、ちょうどいい感じでこするの。もうお手のものなんだから。こうして肌を立てるように、しませんか？お耳の汚れ方になってるところ。
がまだ出てきますね。小さいから大きいのまで、奥がこっそりと、もう少しで終わりますから、そのまま出てくださいね。一番奥をゴシゴシしたら終わりますから。あと少しだからって焦っちゃダメだからね。こういう時こそゆっくり慎重にやるのがポイントよ。できているみたいね。はあ、だから言ったでしょ。もうマニュアルに書いてることは全部マスターしてるの。はいはい、まだ安心しない。耳かきの最後はどうするんだっけ。はあ、最後はフフして細かい汚れを飛ばすこと。というわけで、お客様、少しだけ失礼しますね。
上で終わりとなります。どうでしたか？気持ちよかったですか？思ってた以上によくできてるって感じかしら。まあ細かいところで指摘はあるけど、それは後で話すわ。指摘されるようなことしてないと思うんだけどな。どこだろう。手順は全部合ってたはずだし。はいはい、それはそれとして、あともう一つやることがあるでしょ。まずはそれをやっちゃいなさい。はあ、と、そうだったそうだった。はい、それではこのままお耳の保湿に移ります。もうちょっとだけ膝枕の感触を楽しんでてくださいね。膝枕も久しぶりじゃな。娘が、エミができてからこっち、夫婦水入らずの時間もすっかりと減ってしもうたゆえの。娘ができるということがこれほどに大変で忙しいこととは思わなかった。そうしてのその何十倍も大きな大きな喜びと幸いに満ちたものとも、わらわはまったく知らなかった。だ。の。こうした甘さは、あの人だけしか、決して、味わえぬものゆえに、今はゆるりと甘え合おうぞ。力を抜いて心をほどいて。うむ、そうじゃ。そうしてわらわにすべてを委ねて、ゆるーくゆるーく一つに溶け合って参ろうぞ。では、じゃん。長旅から帰ってすぐゆえに、いささか汚れてしまっておるの。まずは、うむ、周りからきれいに整えようぞ。うん、まずは霧髪ってちょろりと参るぞ。力を抜いて瞳を閉じて、わらわにすべてを任せておくのじゃ。耳の後ろを丁寧に、形に沿って、ゆるりゆるりと、そして
紙で挟み込み、強めに、ゴシゴシ。うん。こうして、何度も、丹念に、ものかの、どれ？ああ、うむうむ、上出来じゃ。うん。これ以上は、お風呂に入って、濡れてぬくいて、じゃあの。ゆえ、今は、お耳掃除をこのままゆるゆる進めてまいるぞ。コクンっていい子じゃのなんと素直でかわいい子じゃ。いい子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 うん。ふではでは、参るぞ。さすがに、お主の耳の穴は、エミのものよりずいぶん大きく見やすいが、最初はゆるりと慎重に、
耳かきをすると、初めての時を思い出す。初めての時もこのくらいに、いや、もっとずっと慎重で来た。しもうたのは、お主が小さな頃のことじゃ。主は忘れてしもうたかの？何せお主とわらわはどのような新しい経験も常に共に手を取り合って重ねてきたゆえ、口惜しかったのじゃ。お主の両親以外の者が行う小さなお主の初めての耳かきを、ままごと遊びの中とはいえだ、単なるごっこと分かっていても、お主よりさらに小さく幼い、ただのお隣の小娘に、アリシマアリスに奪われてしまったということを。お主も覚えておったか。ごっこ遊びのその後ですぐに帰って、
手ぬぐいでゴシゴシと耳を洗って、うん、ではない耳かきをこうするわらわも今より不器用で、お主の耳は耳の穴は本当に小さく狭くてのどうしてもお主の初めてが欲しくって、うん、けれども万一万が一にでもお主に怪我などさせたくなくって、私の耳をにらみつけ、まったく動くことができずに、決心をつけさらりとほんのわずかに耳かきの先端を差し込み抜いて「じゃあのあれがわらわとお主の初めての耳かきであった」。あの頃と比べるとお主はこんなに大きくなったし、わらわもの、
て、そのまま耳を見せてみよう。ん？綺麗になったの。上出来じゃ。さて、ん？なんじゃ？どうした？何故さようにニヤニヤとした顔をしておる？ふむ、ふむ、ん？さっきの初めての耳かきの話か？あれが、どうかしたのか？うん。うん。聞こえたのなら、それはお主の取りようの問題じゃ。そのように妙なからかいを申すなら、もうわらわはこのままお主を置いて一人ぼっちで眠ってしまうぞ。ん？うむ、うむ、分かってくれればそれでよい。まあそれにわらわとて混ぜっ返したくなったあの主の気持ち分からぬではない。話していた時は耳かきのこともありすっかり夢中になってしまっておったが、我に帰れば、の？昔話は、やはり、どこか、照れくさく、こそばよいような気持ちにも。いや、あれじゃあ、冷静になって思い返せば、あの頃の遊びたい盛り、わんぱく盛りであったお主が、よくもまあ、わらわの耳かきに付き合って、何分も何十分も動かずに我慢を、と、まだ耳かきの途中であったの。なれば話の続きはお主の左の耳の穴へと流そうぞ。そのままごろりと転がって上にする耳を入れ替えるがよい。よいか？参るぞ。それ、ごろーり。ふむー。